とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきたユニーク装備、ゲットしましたので、使っていきましょう。これですね。はい、奈落の呼び声。まあ、ちょっと怖い武器なんだけども、能力としては、ダメージ上数の上昇効果を得る。そして矢が一定確率で爆発する。というやつだね。うん、奈落の攻撃が入ってます。で、黄金スキルでバーストボーストリングレベル3が入ってるの。結構強いと思う。で、奈落の攻撃の意味がだいぶ分かってきた。攻撃をしてその後に与えるダメージがかなり上がるのよ。最大倍ぐらいなのかな。普通に攻撃すると、こんな感じだよね。一発23万。だけども、奈落の攻撃で、モアモアをつけて攻撃をすると、ダメージがほら、47万とか、最後は出るようになるでしょ。47万。かなりダメージアップになります。で、さらに、これがね、この、力のポーションとかにも上乗せされるんだよ。41万でしょ。奈落をすると、ほら、70万、80万超える。83万。すげえダメージだよね。で、さらに、ドラにも行くのよ。ドラを普通に使うと、125万でしょ。うん、パワーポットも使って。で、これに奈落入れると、ほら、200万超えんのよ。とんでもないよね。うん。まあ、とりあえず、これで、行ってみましょう。では、はてなはてなはてな、行ってみましょうか。まあ、戦略としては、バーストボーストリングで、ゴロッと転がって、で、モワモワがついた敵を一気にやっていくっていう感じかな。うん、やっぱダメージがね、全然違うんで、いいよね。囲まれたとしても、いやー、雑魚的にはそこまで関係ないが、もともとそんなに苦戦して戦ってるところじゃないから、やっぱりボス戦で、だいぶ輝くかもしんない。ボス戦で。いや、間違いないだろうね。だって今までの倍のダメージを、与えていけるって思っていいんだから、これ相当早くいけるよ。相当早い。うん。でもね、ちょっと残念でもあるんだよな。もともとついてるスキルってレベル1なのよ。レベル1。これね、レベル1が 200% で、2が、400% だったっけ？なんかね、1と3じゃ、全然ね、効果が違ったんだよ。めちゃくちゃ効果が違ったんで。どんぐらいだったっけ？ちょっと見てみようか。ちょっとこいつ倒してから見てみましょう。ほんとね、レベチなのよ。全くのレベチ。あったあったあった。あ、最初が 100%。2倍だね。で、次が 200%。で、300%。300% すげえな。とんでもないね。となると、あのスキル自体がやっぱ強いんで、あぶね。それを、レベル1としてしかつけれない、この奈落の呼び声は、若干微妙なのかもしれないな。便利ではあるけどね。いやいやいや、やっぱり、そうだわ。うん。他の武器で、例えてみても、そうだもんね。フォークブランドは、強いんだけども、クリティカルはあれ、レベル1だから、やっぱりクリティカルレベル3が欲しいじゃない？そういう感じ。ダイヤの剣でも、あれ、鋭利がついてるけども、レベル1じゃあんまりダメージが乗らないけど3が欲しいよね。こういう感じだわ。やっぱ特にこのスキルっていうのは
めちゃくちゃ強いスキルだと思うんで、今回のアップデートで本当にこのスキルが目玉だと思うんで、それを最大限発揮できないっていうのはちょっともったいないのかな。まあまあとりあえずボス倒してみましょう。違う違う違う、これじゃない。ちょっといいアイテムを出してから行きましょう。パワー来い。あ、来たね。はい。パワーポーション飲んで、キノコ食べて、で、弓を撃って、モワモワしてるところに、ドラ使って攻撃ね。オッケー。ちょっとなんか忙しい感じになるかもしれないけど、行きましょう。しゃ。おー！何この、ダメージ。やば。やばい。機械装ブレード、使ってるみたいだ。ああ。これダメージ上数 100% でこれだからね。300%、絶対やばい。ちょっと他の弓でやってみようか。一回やってみよう。それではやっていきましょうか。多分すごいはず。奈落の攻撃、レベル3。だね。ダメージ上数 300%。これでいってみよう。絶対すごいよ、これ。いくぞ！なんじゃこれ。え、何？最後の最後のぐわーって減り方、えぐすぎない？あー、わかった。これさ、今日紹介するこの弓を、どこにある？あれ、俺つけてないか。スキル俺つけてなかったんだ。今日ね、紹介した、これ、奈落の呼び声。もったいない。もったいない。これだけ強いスキル、奈落の攻撃が、ついてるのならば、常設じゃなくって、エンチャントで絶対つけるべき。1と3じゃ、ほんとね、レベチ。レベチですよ。なんで、奈落の呼び声、よろしくない。よろしくない。でもまあ、今日はね、奈落の攻撃の強さが、もう改めて、もうはっきり分かったから、今後にこれは活かせそうです。まあ皆さんも奈落の攻撃、やってみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。明日の放送では、新ユニーク装備、不安定なローブ、紹介していきます。このローブ、新スキルとなる、テレポートをつけてます。さあ、どんな能力なんでしょうか？お楽しみに。